はい、こんにちは。中本博士の YouTube ペントレ大学です。ここでこのペントレを使いまして画商というお手本を作って皆さんに紹介してみましょう。はい、皆さん、このペントレにログインいただきますと30日間無料でご利用いただけます。こちらのマイページを押していただきますと、この動画解説をしますと右側にご覧のようなカテゴリーが紹介されます。正しいペンの持ち方のカテゴリーを選択しますと、このような動画がご覧になれます。正しいペンの持ち方の解説動画が紹介されます。ここではですね、学習ページを押しますと、こういった画面になりますね。ここでですね、例えば、今、皆さんもう年賀状は書き終えたかもわかりませんけれども、画商と、画師の言葉で、画商と打ちますね。画商とか打ってまして、ここに、書体の選択とありますね。ここに、これはですね、白州ペン楷書体、お手本で書体が表示されます。ここはですね、白州ペン学校フォント、学校に習う正しい書き方のフォントで紹介されます。ここはですね、白州新楷書体、筆で美しく書いた字が表示されます。で、ここはですね、ペンの行装体ですね。で、ここはですね、1年生習う漢字すべてに書き順が付けられて表示されます。まずこのペン楷書体を選びますね。そうすると、はい、ここにですね、ペン楷書体で画商と出ます。この画商って字は、学校になる漢字を選択しても、ほぼデザイン一緒ですね。で、この三つ目はですね、白州新楷書体、筆で書いた時の美しい書き方、ここに書きますよ。で、ここはですね、行装体、画商と、行書草書で表示されます。これ、画商と書いてるんですね。で、ここはですね、これをですね、ご覧いただきますとわかりますように、画商っていう字は小学校6年生まで習う漢字ですので、ここに振り仮名がついてますね。こういったお手本ができて、隣にこう書いて練習することができるんですね。これはですね、この文ご覧ください。お手本の印刷、ここを押しますと、A4 プリンターから自動的にプリントされます。また、このなぞり書きのオンオフ、ちょっとこれ見てみましょうか。ペン楷書体にしといて。なぞり書きのオンします。これなぞり書きを薄くお手本が出ます。これなぞって、そしてあと2回自分で書く。こういった方法が取れます。また、ここはですね、締めオンオフというのは、ここにこう締めが、今私中本恒夫ですけども、これをオフにしますと、これ消えましたね。こういった機能がついています。学習用紙の選択って、ここを押しますと、このようにですね、縦書き6文字、縦書き8文字、縦書き12文字、縦書き14文字とかですね。それぞれ、例えば縦書き8文字を選択しますと、ここにこのように縦に8文字打てるようになります。なぞり書きちょっと消しておきますね。例えばですね、ここで、横書き、マス目のついた横書き6文字ですと、ここを選びますと、このようにマス目がついて横にこう練習できます。このようにですね、今回は、このペントレを使って、美しいお手本を使いながら学習できるシステムをご紹介しました。この一つ一つのですね、この一つの文字は、実規格で言いますと、第一水準、第二水準、すべて網羅されてまして、選んだお手本に対して約7400文字が用意され、外字以外はすべての文字を網羅しております。こちらにご紹介のフォントはすべて中本博士、私自身が一文字一文字丁寧に記号して、お手本として皆さんがご利用になれるように作り上げたものです。ここを押しますと、行書。これを押しますと、楷書体。これを押しますと、書き順付きフォント。このようにですね、いろんなお手本を作って、皆さんが勉強できるわけですね。例えば、ご自分の名前を勉強したいとき、ここにですね、小池さんですと、例えば、小池百合子と打ってみましょうか。百合子。縦書き6文字。この方もやりましょう。そうしますと、小池百合子さんっていうのがですね、この、ペン楷書体を選びますと、ペン楷書体で、小池百合子さん。ご覧のようにですね、小池百合子と表示されましたね。これをお手本を、ペンでなくて、筆で勉強したいというときには、毛筆楷書を選びますと、このように小池百合子と、このようにですね、筆文字でお手本ができます。あるいはですね、小池百合子さんをですね、行装で書いたときの、行装体を入れますと、小池百合子、草書体で書きますと、このぐらい写して書いていいわけですね。このように皆さんが習いたい文字を表示して学習することができます。例えばここで謹賀新年。謹賀新年と打ちまして、この筆楷書を選びますと、このように謹賀新年と楷書体で表示されます。あるいは鉛筆で書く場合はこれですね。ペン楷書体を選びますと、
このように鉛筆で金河新年とお手本ができます。あるいは金河新年少し洒落て崩した字で書きたいという時はですね、この行草体ここを選びます。そうするとお手本がですね、このように崩した金河新年というお手本ができます。このようにしてですね、皆さん勉強できますので、ぜひこのペントレを使って学習してみてはいかがですか。以上、今回は簡単にペントレの紹介をいたしました。以上、これで進め終わります。以上、ペントレのご紹介でした。30日間無料です。ぜひご利用になってみてください。ご視聴ありがとうございました。中本白秋でした。